おです。はい、お久しぶりですよね。はい、今は前の方はこの状態になっていますね。戦争、激しい戦争ですよね。はい。敵対部隊はいっぱいですね。はい。こっちの方もいっぱいです。はい。今日はね、天下大発、三発、ガチャの方はやってみたいけど、あと無料の方は一回やってみますね。はい、私は戦争は1回、2回今やっていましたが、まあ3敗ですね。大負けです。はい。なんか10万の部隊、敵は10万の部隊。全然できないですね。はい。まあ、こっちの方は、ギャル部隊。はい。ギャル部隊で、まあ私3万7000で、まあ、敵はレベル高いし、なんか、敵は全然808戦士。統計に見ると、それ技ダメージ11,331高いですね。はい。まあ私、全然、攻撃とか、まあ、惨敗ですよね。はい。まあ、また足りないと思います。はい。今、レベルを上げる中なんですけれども、はい。まあ、各課の部隊は、レベル高くになってほしいけど、はい。ちなみに、今、そうそう、ガチャのそうそうは欲しいですよね。はい。そうそうの技は戦闘中自身が無料ダメージを受けるとき40%の確率でそのダメージを味方部隊に倒率が最も高い武将に転移し、かつ攻撃を発動する部隊の武力マイナス -1.5%、15層まで、なんていうか、鼓種か。自身が知力ダメージを受けると40%の確率でそのダメージを味方部隊に知力が最も高い部隊に転移し、かつ攻撃を発動する部隊の知力マイナス2%、10層まで、重ねか。はい、不可報告。間期勢力の部隊にダメージを転移する場合、自身とこの部隊の兵力を一定程度回復する。回復率80%、主力の影響を受ける。まあ、味方部隊の倒立と主力が高い部隊にそのダメージを移転し、あとは一定程度回復もできるし、はい。そうそう、かっこいいですよね。まあ、ちょっとやってみますね。はい。まずは無料1回。はい。これで、あとは、はい、これ、無料1回。はい、5回。5回。5回、今どういうこと？そうそう、そうそう、2枚連続ですよね。はい。まあ、あと3戦くらいね。はい、以上です。
想像は出なかったですね。まあ、今回の武将は、想像は出なかったですよね。はい。私は転送不詳も一回欲しいけど、はい、今日は以上ですね。はい、ありがとうございます。ぜひチャンネル登録お願いいたします。はい、またね。